マーケットアナライズプラス BS12 12日毎週土曜日昼1時放送。ここからは日経基礎研究所チーフエコノミストの矢島泰秀さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。矢島さん、今日はもうあらかじめ長尺でいきたいと思ってますので、じっくりいろいろ、いつもちょっと時間が最後足りなくなるんですけども、今日結論まで皆さんで考えたいと思いますので、よろしくお願いします。ここ数日あの講演とかいろいろ説明している中で、皆さんにやっぱり言われるのが、あの岸田さんのなんか新自由主義じゃない政策って何とかってすごい質問多いんですよ、でどういうの目指してるのみたいなのを、まあ、あの説明してるので、今日その資料をちょっと使って、私なりに今どういうことが動き始めてるのかっていう理解をちょっと示したいと思います、私の理解なので、これはもしかすると間違ってるかもしれないですけど、そういう今日展開です。で、岸田政権の基本方針ということで、これあの閣議でもうみんなに各大臣に言ったのがまさにこれで、信頼と共感というのをまず持ってきて、共感ってこれよくよく考えるとですね、菅政権が共感力がなくて、要は崩壊していったっていう、多分そこを意識してることだと思うんですけども、第1、第2、第3にこれをやることを目指すっていうことを言ってるんですね、で、まあ、国民の声を丁寧に聞いて、これはあの総裁選でずっと言ってたことですね。で、ここ第2、第3のところを見ていただくと、これがその、多様性とか、それからみんなで助け合う社会って、これどういうことをイメージしてるかというと、これがおそらくその新自由主義とちょっと乖離して、どちらかというとその大きな政府を目指すという意味で、リベラルで少しその、小さな政府から大きな政府という意味では、政策的には規制緩和とかそういうことではなくて、ちょっと分配とか再分配のところを非常に意識したフレーズになってるっていうのもここから読み取れますと、で具体的にこの5つについていろんなことをやりますっていうふうに今言ってるんですけども、じゃあそれがどうなりそうなのかっていうところなんですが、政治の問題を見るとき、まずちょっと日程からちょっといろいろ、まあいつも必ず見るんですけども、これから起こることは衆院選があって、政権として非常に重要なのは、衆院が、まあ、選勝たなきゃまあどうにもならないんですけど、ここを勝ち切ることと、それから問題はここですね、参院選、でこれがちょっとなんで重要なのかっていうところ、ちょっと次のチャートを見ていただくと、今足元その確かに衆院選が問題で、ここが過半数割れるんじゃないかっていうことを言っていますと。で、岸田さんが、衆院選の目標どれくらいですかって言ったら、自公で半数を超えることって、まあ、そういうふうに言ってるんですけども、実はその自公で半数という意味だったらこっちの方がやばいんですよね。来年だから来年の夏の、参院選で確実に、自公で、半数以上持たないとですね、ねじれになっちゃうんで、衆院選勝ってもいい、そうすると政策は何も動かないです、だから岸田政権 の、 その経済評価を、経済政策とかいろんなの評価する上においては、まず、参院選に勝ってからじゃないと物事は動かないので、参院選に勝てる政策をどうやってやるのかっていうのが今回の人事であり、いろんな公約にこれからなってくるっていうのが、まあ、透けて見えるという話です。とはいえもう今月選挙するわけじゃないですか、かなり、まあ、どん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 前倒しになってきたなっていう感じあるんですけども、この意図は前倒しが勝てるからっていう、とにかく結果を先に優先しての前倒しなんですかね。要は支持率が思ったより伸びない、これから、1ヶ月ぐらいだと落ちるのが過去の政権で見えているので、その間に衆院選をやって、衆院選は確実に勝つと、確実にと、で今回の総裁選でも実は岸田さんを応援した人っていうのは参院の人が多いんですよね。そうかだからもうそこはもう見えていて、衆院だけじゃなくて来年の参院まで勝つっていう戦略を岸田さんにはぜひお願いしたいという人が国会議員の中には多かったって感じです。とっととやるべきことはやっといて、もうすぐ来年の用意をしてくれと、こういうわけですね。逆に言うと、あの支持率が落ちるような変なことはやめてくれと。なるほどだから岸田さんの全面的な人事やあの政策のカラーが出てくるのは来年の夏以降です、参院選終わってからと。だからあの際どいやつは、マイルドにしてやるっていうことがもう基本的には見えるとかですね。で長期政権にならないと結局、経済のパフォーマンスとかその政権の評価でよく分かんないのが実はこの表で、これも多分皆さんよく見られると思いますけども、日本ではこのもっと先にあの中曽根さんがあって、その後ずっと政権が1年で倒れて、小泉さんになって、その後また全部1年で倒れて、安倍さんになってまた1年で倒れつつあるんですね、だからおそらく海外の方から見ると、1年多分また始まったなっていう感じになるので、その政権がちょっと悪いニュースが出ると基本的には日本株を叩く
パターンに多分なってくると思うので、うんうん、ここが長期政権になれるかどうかっていうのが日本の経済株価のパフォーマンス見るでやっぱ非常に重要だと思うんですね、うん、で実際ですね過去じゃどうだったかって見ると、例えばこれあの就業者の働く人の数を見ると、小泉さんの時ちょっと、まあ、特集もあるんですけども、基本やっぱり政権が長くなればなるほどあの働く人が多くなってるっていうのはまあ事実で、うん、経済で見ても結局まあこういうことが言えるんですね。これ安倍さん最後あのガンと悪くなっちゃったんであれですけど、結局あの、経済がいいと長期政権になるパターンもあるし、長期政権になることで経済のパフォーマンス上がる、多分両方あると思うんですけども、うんうんうん、結果としてはやっぱり2年とか3年ぐらいやってもらわないと経済の良し悪しっていうのが出てこないっていうのがまさにこういう話になっちゃうと、うん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 、だから岸田さんの政策を見る上で短期の政策と中長期の政策がどうなりそうなのかっていうのをこれから明らかになってくるところで評価していくっていうのが非常に重要で、それをやる上でまず陣容がどうなのかっていうのが今回まあ初めて出ましたってことです。で、党の方の陣容とそれからまあ国会の政権の方ですね、言葉が出てこなかった、政権の方の陣容がどうなってるのかっていうのはこれ結構はっきりしてまして、党の方っていうのはもう完全に論功行賞っていうか、自分が政権を作ってもらった人に対して確実にポストを与えてます、うん、要は甘利さんですね、うん、でもともと麻生さんも、協力してくれたので副大臣ポスト、副総裁ポストを用意して、で高市さんもそうですし、福田さんは若手を集めて、今日は 中を見たら若手がほとんどその岸田さんを支持してたっていうものは、まあ後でははっきりしてきましたけども、結局やった人を全部要はいいポストで処遇するっていうことをやって、この中に自分の派閥の岸田さんがの派閥の誰一人いないと。ああ本当だ、ああ、なんかそこまで結構露骨にやってると、うん、初歩的な質問なんですけどね、うん、高市さんと岸田さんっていうののこの関係っていうのか、そのお互いの協力性みたいなものは本当のところどうなんですか。政策からいくとですね、真逆です、うん、だから普通政策をいつにしようと思うと合わないはずなんですけども、うんうん、今回総裁選で何が起こったかというと、うんうん、初日の言ってる話は真逆だったんですけど、うんうん、10日間ぐらいだと急に近くなってきていて、うんうん、結局あとこれからちょっとお話しますけど、岸田さんのやろうとしてる話の中に高市さんを通じて 3A と言われる人たちの政策がかなり入り込んできてる、うん、要はですね、安倍さん、麻生さん、甘利さんの、ああ、なるほど、要は3人で今回政権を作りに行ってるので、うん、その政策が入ってきてるっていうのもちょっと後で出てきますが、高市さんはだからそういう意味では政策的には、うん、真逆なんですけど、その総裁選やることでぐーっと真ん中になってきて、うんうん、選挙公約がこれから、数日に出ると思いますけども、それを作るのが政調会長なので、うんうん、ご自身の意見も少しは入ってきますが、まあ、どちらかというとその政権の色をだいぶこれから吸収していくという形になっていくと思います。なるほど。でもう一つ面白いのがその政権の方なんですけど、はい、ここですね、まあ、いろんな方がまあ出て、今回新人って初めて初入閣が11、13でしたっけ、まあ、いらっしゃるんですけど、内閣見るときに私はいつも何を見るかというと、五奉行というか五大臣見るんですね、はい、官房、それから金融、うん、経済、外交、防衛、うんうん、でですね、今回実はこの5大臣っていうのは全員留任またはもう歴代ずっとやってる人ばっかり、うん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 、で外交の、茂木さんは留任で、岸さんも留任ですけど、うん、他の人たちは例えば萩田さんも前文科とかやってたと思うんですけども、で松尾さんも前やってますから、で鈴木さんは前やってますし、しかもこの方は麻生さんの親戚ですから、うん、で何が起こってるかというとですね、茂木さんの竹下派っていうのは一人留任ですけど、その五奉行の非常に大事な4つを、細田派と、麻生派で持ってるんですね、うんうんうん、でここでも完全に自分のところではない人にポストを渡してるっていうことです。だからそうなってくるとすごい見えるのはですね、うん、甘利さんが今回このお二人をものすごい、推薦して、大臣に入れたんですけど、この二人っていうのは直近何されてたか知ってます？いや知らないですね。自民党の中で経済安保やってた人です。あはははということは、うん、そのさっき 3A の方を通じて高市さんを通じて政権でやるって話のこの陣容から見るとですね、経済安保の話を確実にやってくる、うん、
結論急いじゃいけないんですけども、経済安保の核心は何かっていうと、これ対中国ですよね。そうです。だから要は、昔で言うと安倍政権の後でちょっと話しますが、安保の話とかかなりぎゅうぎゅうやったと思うんですけど、うん、経済安保っていうちょっと名前を変えて、うん、それに近いような路線の話をこれから持ち出すときに、その 3A がそれをやっぱやらなきゃいけないということで、うん、今回の岸田政権を作って、うんうん、それの必要な大臣に対して必要な人をちゃんと当ててきてるっていうのがまあ見えます。だから、うん、どっちかというとこれからお話する分配とか金融所得課税のところにものすごいニュースが集中してますけど、うん、実はその岸田政権が異常に色がはっきりしているのはこの経済安保の領域で、うんうん、ここに対しては現行 の, その安倍菅政権の継続ないし強化に来ているので、はい、ここが実はポイントにこれからなると思います。ちょっともう一回この話の続きはしたいんだけども、はい、先行きましょうか、はい。でまあ、外交のところの話なんですけど、先ほど岸田さんがやろうとしているいくつかのことについて、これからコロナの話と、うん、はい、それから内政の、経済の話、それから外交の話順を追ってちょっとお話したいと思うんですけども、コロナはどういうふうな方針で動かそうかっていう時に、今回ですね大臣を全員変えました。はい、うんうんうん、僕たち どっちがいいですかね。要はこの人たちの顔をずっと見て、やることがだいぶ分かってきたので、うん、コミュニケーションが取れてきているので、この大臣たちを、残すっていう案もあったと思うんですけど、うんうん、全員変えたっていうことは多分これメリットとデメリット両方あると思うんですよね、うんうんうん、要は動かしてみた時にコミュニケーションがなかなかうまくいかなくて、先ほど一番最初に掲げた共感っていうのが下がる可能性があるので、それがデメリットになる可能性があると。メリットは何かっていうと、継続性がないので新しいことが多分できるんですね、うんうん、でおそらく新しいことができるとすると、政策として考えられるのはワクチンパスポートの議論と、うん、それからロックダウン等々も含めて、法改正の強化みたいな話は多分や、うん、できると思うので、その、メリット感のところはおそらく、今回の政権でやると思います。ワクチンパスポート、それから法改正。ただ問題なのは、うん、第6波が起きた時に、うん、何ができるんでしょうか。法改正は間に合わないでしょ。そうっす。で第6波来てるんだから、ワクチンパスポートってそんなこと言ってる暇あったらとりあえず1回、そうそうそう、ね、緊急事態宣言しろっていうふうに世論は動きますよね、うん、だからそこのところは実はまだあんま見えてないんですよ、うん、野戦病院作るって言っても、本当にその岸田政権が強権振るって病院関係の人たちガーッとやれみたいな、医師関係やれっていうような風になれるかっていうと、総裁選でそこすごくどうなるのかなってやったんですけども、実はその病院医師会の方々っていうのは自民党の職域なので、うんうんうん、その議論が全くなかったんですよね、うんうん、だからそこが実はこれ肝で、今感染収束してて衆院選、さっき岡崎さんが質問ありましたけど、支持率が下がってきてるっていう話もあるんですけど、そのもう一つ大きなテーマは感染拡大してないからですよ。そうですね、うん、感染拡大した瞬間にその第6波の話っていうのの矛盾点出てくるので、今回これを急いでやったっていうのが、選挙の日程を急いでやったっていうのは、私もその第6波との関係が非常に強いんじゃないかなと思うんですよね、うん、と思います。そういう意味ではコロナのところは、まあ、こういう政策で動かすっていうのが今の政権で一応見えてる話ですと。で2番目のここがいつもちょっと説明するときに、はい、結局みんな分かんないなって言われるんですけど、岸田さんが掲げている政権の、お題目は成長と分配の好循環という新しい資本主義を実現するって言ってるんですけど、新しい資本主義って何だっていつも聞かれるんですけど、うんうん、ちょっと私もちょっとお会いしたことがないのでよく分かりませんという話をしてます、うん、で具体的に成長戦略と分配何をやるかっていうのはこういうのも出てきてますと。でよく見ていただくと、分配ってなんとなくイメージしやすいですよね。何とか何をするかっていうのとか何となくイメージできるんですけど、例えばですけど成長戦略って、これってなんで成長戦略になるんですか、うん、不思議じゃないですか。もっと具体的に言うと、むしろ成長を阻害するかもしれない、我慢しなさいっていう政策かもしれないですよね、うんうん、でそうするとですね、いつも説明するときにちょっと難しいと思うのは、菅政権って最初に政権立てた時にすぐやる政策を携帯料金の引き下げ、うん、不妊治療の拡大ですぐやりました、うん、で1年間の間にデジタル庁を作って環境の問題をやりますっていうので、うん、その短期中長期の政策がもうラインナップされていて、うん、具体的に分かりやすかったんですけど、うんうん、こっち全然ないんですよ確かに、うんうん、で
その岡崎さんの先ほどのコメントのようにこれがなんで、うん、その成長戦略になるのかよくわからないと、うん、っていうのがあって、結局今その岸田政権で見えてるのは具体性がイメージできないし、具体的な政策がこっち側に出てこないので、ここら辺の個別の政策に今注目が集まっているので、うん、例えば金融所得課税の話とか、はい、そういうところにみんな目がいっちゃってるっていうのが残念な結果になってます、ね、株式市場的には、まあ、飛びついちゃいましたよね。そうそうです、うん、だから株もこっちの話があって、うん、その金融強化の話があったんだならそのプラスマイナスがあるからもうちょっとマイルドだったと思うんですけど、うん、こっちが見えない中でこっちが出てるっていうのが今起こっちゃってる話だと思うんですね。なるほどなるほど。でもそれでも、って言いますか、エッジの効いた政策というか本当にやりたいことは1年後だと、参議院選の後だという、うんうん、ただその準備はこの今4項目4項目進むとこういうようなポジションなんですね。で出てくるその政策の順番としてもですね、多分こっちが先出ちゃうんですよね、うんうんうん、でこっちってさっきの話ですけど、これが なんでその成長につながるとか科学技術立国って言ったってそんな1年でできるかよって話じゃないですか、だからここ数年単位ここがすぐ出るって話で、こっちばっかりに注目いっちゃう。で分配って話は基本やっぱ株式市場嫌いなので、うん、株価が下がるっていう、まあ、材料になっちゃってるっていうのが今起こってる話です。なるほどね、うん、そういう理解を私はしてます、うんうん、で実際にじゃあその、新しい資本主義とかっていうのはどういうことを考えてるかっていうパワポなんですけど、よくその令和版の所得倍増計画っていうのであって、はい、まあ、宏池会の先輩である池田内閣がここでまあ倍増させたんですけど、このあとその、大平さん宮沢さんで宏池会出てる総理っていうのはもうみんな財務省 OB なんですよね、うんうんうん、で今回初めて岸田さん財務省 OB じゃない宏池会になるんですけども、今多くの方は多分聞いた時に所得が倍増するって多分誰もあんま思ってないと、うん、だから格差とかそういうものを是正しようという流れの中を多分急ぐんだと思うんですけども、それがじゃあ実際に格差ってどういう状況なのかっていうところの議論が本当は必要なんですけど、これちょっとぜひいろいろ考えていただかないといけない議論だと思うんですけども、ジニケースでよくその格差の測る係数だって言われていて、多分90年代から見ると確かにそのジニケースって上がってるんですよね。ジニケース、ジニケース、平等かどうかを測る尺度ですよね、うんうん、偏っているってことです、うん、偏りですよね、うん、で1になったら完全平等かなんかでしたよね。1っていうか、まあ、数字が小さいほどその、偏りが小さいという意味です。偏りが小さいのか、はい、だからこれは大きくなればなるほどその所得分配がいろんなの見た時にボーッと広がってるっていう意味、うん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 、格差が存在するっていう、存在すると、はいはい、でそれが広がってきてるっていう事実は90年代から見た時にもあるし、足元は少し改善してるっていうのもありますけど、長期トレンドで見た時にも上がってるっていうのは事実です、うん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 、ただし、うん、その社会保障とか税とか、うん、いろんな話でトランスファーがいろいろ起きますね、個人って、うんうんうん、累進課税があったりとか、はい、補助があったりとか、はい、こういうことですよね、はい、でそういうのも含めて全部トータルで個人考えると、うん、実は90年代から見るとフラットなんですね、うん、格差は広がってないと、うん、だからどっちで議論まずするのかっていう話が、うんうんうん、まあ、あるし、だからこういうのも実はちゃんとしなきゃいけないし、うん、もう一つ非常に重要なのはその相対的貧困率って、まあ、所得の真ん中ぐらいの人より以下のところがどれくらいのウェイトになってるのかっていうのを見ると、うん、大きくなればなるほど、所得が沈没してるっていうふうに見ていただくといいと思うんですけども、うん、これ90年代から見るとこれは右上がりになってるんですね、はい、足元は改善してるんですね、うん、でこれをだからどう見るかっていうのを例えば、90年代からずっと足元2018年まで見るとこの赤のライン見ていただくと過去に比べると所得の低いところの山が多くなってるんですね。はい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 、だから日本で起こってるのは確かに格差の固定化、例えば正規非正規の問題とかあると思うんですけど、うん、格差を全体で見た時に本当に全部が拡大してるのかっていう議論が必要です、うん、固定化は問題です、うん、もう一つは中間層が激沈してるっていうこのことに対してどうするのかっていう、免疫が1000万とか膨らんでるのはあれは数字の取り方で多くなってるってことですね。これ100万単位でこっちがちょっと200万、ね、500万単位になってるので、まあ、こういうなだらかにこうなってるっていうふうに見ていただくといいと思うんですけど、そういうことですよね。そうですね。で一番肝心なのはこのグレーの91年の絵と直近の18年の絵で見ると全然形が違うぞと、ですごくなんかプットオプションにボラティリティが高いみたいな、歪んじゃったっていうことですね。そうです。だから、うん、これ歪みを直そうと思うと確かに分配の問題でこっち側から持ってくるっていうのは分からないではないですけど、もともとこっち側にシフトしているものをもっと右側にシフトさせるってことをやらなきゃいけないんでしょっていうふうにも見えますね、うん、
これ世帯所得だから一人暮らしの人が増えたとかそういう影響、まあ、それもあります。それもあるんですよね。それもあると思います、うん、あると思いますが確実に中間層が没落しているので、うんうん、まあそうですよね。真ん中は確かにどんどんへこんでます、うん、だから、うん、成長をどうやって取るのかっていう話を本当は議論しなきゃいけないんですけど、うん、さっきお話したように成長戦略がよく分かんないのでそうすると分配のとこだけ話がいってしまうと。でその時に出てきたニュースがこれですね、金融所得課税。そうですね、うん、確かにその1億円というところを見ると税率の問題があって不平等だっていう話はまああるとは思うんですけど、うんうん、正直ここの税率を上げてその分配まで持ってこようと思うと実はですね、20% を一律 30% にすると税収として大体3000億円ぐらい出るんですよ、うん、そんなもんですか。そう言ってもそんなもんですか。だから3000億でもっとその例えば何兆円必要って考えた時からこれものすごい金額になってくるので、うんうん、ちょっと現実的ではないというのが今この分配のところ成長のところの岸田政権の問題でちょっと起こってる話に残念なんですけど、でもちょっと具体的か分かんないので、うん、これから多分詳細出てくると。そうか、まだアイデアの段階だね。そしたらね、そうですね、うん、で最後に外交のところなんですけど、これ実は安倍政権とやってることがだんだん似てきてまして、安倍政権を思い出していただくと成長をやってその後分配の1億総括とかこういう政策動き始めた時にこの裏で特定機密集団的自衛権共謀罪ってやってるんで、要は岸田政権が今ここをやろうとしてるんですよね、分配の話、うんうん、で外交のところの話は 3A が何で飲んだかというと経済安保に関する対中国も含めて防衛のギリギリした話を裏でやろうとしてる。でこれを先ほどご紹介した小林大臣は就任の時にもすでに言っていると、うん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 、これは一応だから岸田政権がなんかマイルドなイメージなんですけどちょっとやってることは違うという、うん、ここまではちょっと見えてる話かなと思いますね、うん、でも一番肝心なとこ見えた気がしました ね、うん、マーケットアナライズプラス BS12-12 毎週土曜日昼1時放送。